神の娘旅霊記、皆を勝利へと導こう。劉備などたまさか木に恵まれただけの男、助手を治めるのは呂布殿、あなたしかおりませぬ。ふん、やることは僕よと変わらん。さっさと終わらせるぞ。呂布殿、何のつもりだ霊気。父上、私も一緒に戦います。ここ助手を鬼神の地とするために。ダメだ。いいえ、行きます。長領、戦いの間霊気から目を離すな。よい、全力を尽くします。必ずや我らに勝利を。足手まといにはなるな。ではでは、火器城占拠と参りますぞ。まずは内容した総教に門を開けさせましょう。僧侶殿と呂霊記殿は西で敵の陽動を、私と呂布殿は総教のもとへ参りましょう。駒の少ない我らが下手に動けば勝利だ。ここは4分、4分を用い総教に近づきます。劉備の本体がいつ戻るやもしれません。迅速に城を奪いましょうぞ。ここを取れば父上は再び太刀を得る。呂布軍の一人の武将として奮戦せねば。呂布軍が来たぞ。援軍出撃しろ。よし、うまく敵を引きつけられたな。このまま火器城まで進軍する。やっ、我が船圧倒する。その首狙い受ける。いざ。敵将、私が討ち取ったぞ。その勢い、誰にも止められますまい。の上からだと我らは格好の標的だな。この手にだが、私はここでひるんではいられぬ。西の呂布軍はだいぶしぶといらしい。弓兵部隊、西の戦線の援護に回れ。
俺たちの命に代えてもこの鍵は守る。止められますまい。お見事、見せつけてくれますな。
められますまい。万人長が刃受けていただこう。レイキ、いい働きだ。だが気負いすぎる。おいをこの手に。呂布殿にお譲りしよう。我らは勝利し、可否は鬼神の城となった。皆勝ちどきをあげよう。